ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、てことで確実にあのピアノのところにお化けがおるね。どうや、めっちゃいい演奏するやん。お、なんなんそのやれやれみたいな感じ。なんでそれで逃げるの？確かに気持ち悪いけれども、気持ちは悪いけれども、おっと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 、そんなにビビるなよ。おい、あー、そっちから来るのね。なるほど。おっと、危ない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 、どこから来る？近くから。あー怖い。やばい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 。おっと、はい、大量に来るよ。あー、くる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 、危ない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 。いい、そっち。あー、会場めちゃくちゃやん。やばいやばいやば、あ、全部全部、はい、助けてー。なんかどこかにお金が落ちていたっぽい。お金の気配には敏感である。来た、踊り子来た。よし、ちょ待って、君たちのその仮面、仮面剥ぎ取ります。おっと、オッケー、片方とりあえず剥ぎ取った。よいしょ、さあ来い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 。そして、はい、2匹まとめて、よいし、あ、増えた増えた増えた、よいしょ、はい、君も、はい、いた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 、さっきの子はやっつけたのか。はい、仮面もらうよ、仮面を剥ぎ取らせてもらうよ。 OK。 君ダメだな。よいしょ、あ、これでいける。 OKOKOK、 ハート出てきた、ハート、よいしょ、はい、くそ、おい、こら、よし、来たよ来たよ来たよ。ちょ待って待てよ、おい、はい、はい、吸い取ります。もう君だけでしょ。よいしょー、いっぱいお金落としてくれる。動揺してる、めっちゃ怒るやん。ピアノ壊れる。怖い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 。ああ、しかしお金は回収したい。ああ、こんな時でもお金は回収したい。あ、ハート出てきたけど、いやー、なに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 、あれ照明、ハートは出てきたけど、今ハート満タンなんだな私。しかしもったいない感じが。貧乏症である。よいしょ、いえ、いけ、オッケー、へっへっへ。そしてここにくっつけなさいと言わんばかりの、ちょ、どこや、はい、よいしょ、来い。結構伸びるんやね、この日も。はい、またハート出てきたよ。体力いっぱいだけど体力はいっぱいだけど、やった、よっしゃ、こい。おじいちゃんのくせに体力が多い。待て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 、おい、よいしゃ、粘んなよ、おい。オッケーオッケー、あー、また宿ったよ、ピアノに暴れ出す。おーっと、来そう、いやー、
それもうピアノ壊れてるよね。もう、痛い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 照明が落ちてきてそれがって感じやったけど、あーちょ待って、これ結構体力奪われるやつなんやね。お、来るぞ来るぞ、ちょ待って、爆弾爆弾いけ。え、今のダメやったんマジで。あー、これ危険。ちょ待って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 、あ、これ危険。じゃあ来ないで。ちょ、危ない危ない危ない。あー危ねえ。あー、これダメや。くそー、あのパターンでいけなかった。あー、またこっからですか。あー危険。おっしゃ来た、次こそ。ちょ、次こそちゃんとゲットしよう。はい、ちょ待って待って、なんか閉じるの早くなった、やめてよ。はい、今よっしゃいった。なんかピアノの中熱気すごくね。へい、よしよし来い。よっ、はい、投げた。またハート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 が欲しい。やった、満タン。いいよいいよいいよ、力強。私の 3D スティック、私のスティックがもげるんでやめていただけないでしょうか。あー飛ばしてくる。はい、危険。あいた、当たった。避けたつもりだったのに当たった。キャー、怖い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 、ギリギリやった今めっちゃ。いやー、あの時にさ、あの裏の部分にスポってくっつけれんもんかな。できるとしても腕前的にあゆなには無理です。あー、まだまだいっぱい落ちてくるものあるな。しかしハートではなかった。クソ、それ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 、危ねー。なんか量増えた、だいぶ増えた。ちょ待ってって待ってって待ってって、痛い。え、危険危険危険。ちょ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 、はい、無理無理、入ってない入ってない。ちゃんと狙いましょう。あー、マジかマジか、あとちょっとでやっつけれそうやのに。あ、お化けありがとう。お化けありがとう。結構荒っぽい起こし方である。はちょ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 、これは一応あれか、相手の体力はそのまんまってことか。怖い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 。はい、ありがとう。痛い。微妙に位置がずれるんだな。あ、来るよ。来るけどさ、これすぐに爆発するやつもめっちゃ多いけんな。あー、全然違うとこ行った。ちょ待って待って、あ、違う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 、はいはい、いけ、閉じんなよ。おい、これ吸い込んで、あー、いけないいけない、全然いけない。落ち着け。めっちゃ焦ってしまって全然いけない。ちょ待って、しかも吹き飛ばされる。くそー、衝撃波で吹き飛ばされる。
つらいつらいつらい。ちょ危なくない？はい。いた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 。はい、これで。ちょ待って。もうちょいもうちょいもうちょい。はい。違う。違う。はい。いった。これで。今回の、これでいけるんじゃないか。どうよ。今めっちゃギリギリないよね。はい、ハートください。あ、はい。危険。ちょ、今回逃したら結構やばい感じじゃない？おぉ、ほら、いけそう。はい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 。いける。やったー！やったー！ふぅー。めっちゃギリギリで耐えたね。何回次、ショーハートも欲しいです。あ、そうよ、キノピオを助けるっていう本来の目的を私は今すごく忘れていた。どっち ?6?9? なんか下に線入ってないけど、どっちかわからんけど、6なんやね。まあ、自動的に刺さってくれるか。キノピオとの感動の再会。そうやって出すんや、階段。なるほど。ふぅ。体力も満タンになったことだし。さあ、キノピオや。出してやろう、今そこから。おかえり、キノピオ。仲間になって一緒に戦ってくれるとかそういうパターンはないんかな。感動の再会だね。ルイジ君、どうやら無事に仲間を一人助け出せたようじゃの。さてと、君のお仲間はわしと一緒にベースラボでおとなしくしておるのが良いじゃろう。なるほど、ついてこないのか。ルイジ君や、キノピオ君をエレベーターまで案内してあげるのじゃ。めんどくせえのは一人で行けよ。鬼である。自分で行けばいいんじゃないでしょうか。よいしょ。さあ、エレベーターはこっちだよ。至るところにトイレがあるのは、まあ、ホテルやけん当たり前か。はい、エレベーター。来たよ。ドキドキ。じゃあねー。はいはい、なになになに？おー。おー、めっちゃ見てる。めっちゃ監視カメラで監視されとる。何あの猫かわいい。なんか悪役は必ず猫を飼ってるみたいな感じやねん。お、どうした今度は。この音結構好きなんやけど。さて、ルイージ君、ようやく一人見つかったが、ところで君の仲間はあと何人残っておるのじゃ？キノピオ君が二人とピーチ姫、そして君のお兄さんがまだ捕まっておるのじゃな。キノピオはあれで全員とカウントはされんのや。一人一人あるんか。なるほど。やれやれ、先は長そうじゃの。ま、せいぜい頑張るんじゃな。フェフェフェ。頑張りますよ、そりゃ。あと、キノピオ二人とピーチ姫に回りよっか。なるほど。頑張ろう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ここまで来てようやく一人か。結構長いね。そっかそっか、一個一個の回をクリアすればいいだけじゃないもんね。なるほど、本来の目的を忘れていく。